モンテレーはアメリカ海軍の航空母艦、インディペンデンス級航空母艦の5番艦。艦名は米北戦争におけるモンテレーの戦いにちなむ。その名を持つ艦としては3隻目にあたる。モンテレーはニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で1941年12月29日に軽巡洋艦デートンの艦名として寄港する。 1942年3月27日に CV-26 に艦種変更。3月31日にモンテレーへ艦名を変更した。1943年2月28日に PNL ベリンガー夫人によって命名、浸水し1943年6月17日にレスター・ティー・ハント艦長の指揮下収益した。 モンテレーは1943年7月15日に CVL-26 に再び監首変更され、成長公開の後に太平洋西部に向けてフィラデルフィアを出港した。11月19日、モンテレーはギルバート諸島の戦場に到着し、マキン島への攻撃支援を行った。12月25日に第37点に機動部隊の一部として、 ニューアイルランド島のカビエン攻撃に参加した後、1944年2月8日まで、クエゼリン干渉とエニウェトク干渉への上陸支援を行う。その後、2月から7月まで、第58任務部隊と共に、カロリン諸島、マリアナ諸島、北ニューギニア及び、小笠原諸島への攻撃を行った。この間に4月29日、30日に、 トラック諸島とサターン干渉攻撃を行い、6月19日と20日にはマリアナ沖海戦に参加している。その後モンテレーはオーバーホールのため、真珠湾へ入港し、オーバーホールが終わると従順洋艦ペンサコーラ、ソルトレークシティなどとともに、第12.5任務軍を構成して8月29日に出港。9月3日にウェイク島に対する攻撃を行い、続いて、 第38任務部隊に合流して、南フィリピン及び沖縄への攻撃に参加した。1944年10月から12月までは、フィリピン海域で過ごし、10月23日から25日にかけての冷凍機械戦では、第38.1任務軍に属して戦い、冷凍島の戦いやミンドロ島上陸を支援した。しかし、その最中の12月18日、モンテレーは、 台風を克服するため苦闘することになる。暴風は100ノットにも達し、2日間の嵐でモンテレーのいくつかの関西機は固定用のケーブルによって機体が引き裂かれ、格納庫で火災が数件発生した。モンテレーは激浪により、船体の同様は,なはだしく、8時38分には傾斜が34度に達し、飛行甲板上の戦闘機が海中に落下した。 続いて9時10分には爆発が起き火災が発生した。これは、モンテレーの格納庫内で、かかり止め柵が切れたことで動き出した航空機が別の航空機に衝突したことが原因であった。機械室に消火作業による水が流入し煙も充満したため機械を停止させざるを得なくなり、9時24分にはモンテレーは停止した。この後再び爆発が発生し、 また、甲板上でも、さらに航空機が落下して、その際に20ミリ機銃などに被害が生じた。任務軍から脱落していたモンテレー枠時50分には、支援部隊に追いつかれてた。苦難のモンテレー警戒のため、従順洋艦、ニューオーリンズ及び、駆逐艦とワイニング、マッコードをモンテレー支援艦として発見された。モンテレーは、ニューオーリンズと共に、 ウルシー艦長に開港されるはずだったが、このプランは、第三艦隊司令長官、ウィリアム・ハルゼー大将によって、すぐに取り消された。火災は10時25分に沈下した。格納庫内の残骸は加熱されていたため、固定することができず、艦を動かすことでによりそれらが動き回って、再び火災が起きる危険を避けるため艦長は機関を停止した状態で台風を乗り切ることとした。 そうしてモンテレーは台風を乗り切った。この台風の間、モンテレーに配属されていた後の大統領ジェラルド・アル・フォードも海外に吹き飛ばされる寸前であった。モンテレーでの人的被害は死者3名、重軽傷者40名であった。モンテレーはオーバーホールのため本国に開港され、1945年1月にワシントン州ブレマートンに到着する。モンテレーは オーバーホール後、第58任務部隊に再合流し、沖縄攻略支援のため5月9日から6月1日まで、南西諸島及び九州に対する攻撃を行った。続いて、第38任務部隊に合流し、モンテレーの関西機は7月1日から8月15日まで、本州と北海道に対する最終攻撃を行っている。モンテレーは、ジェラルド F ボーガン少将の 第38.3人務軍に属し、7月14日には、聖官連絡船を攻撃してそのうちの一隻を撃沈、さらに7月24日のクレーン軍港空襲にも参加した。戦争が終わるとモンテレーは、日本海域を9月7日に離れた後、東京湾で福音兵を乗せ10月17日にニューヨークへ到着する。モンテレーの輝かしい戦績は、 関西機による5隻の敵艦撃沈、数千トンにも及ぶ多くの艦艇の破壊、数百機の敵機の破壊と工業設備破壊であった。モンテレーは、福音任務に従事し、ナポリとノーフォークの間を数回往復した。1947年2月11日に、予備役となり、大西洋予備役艦隊入りし、フィラデルフィアで保管された。 朝鮮戦争が発生するとモンテレーは1950年9月15日に最終駅する。1951年1月3日にノーホークを出港し、フロリダ州ペンサコーラで続く4年間にわたって何千、モノ海軍航空士観光補正、学生パイロット及びヘリコプター訓練生を訓練した。1954年10月1日から11日の間に、ホンジュラスで、 洪水救助任務に参加した。1955年6月9日に、再び予備役艦隊に戻るためペンサコラを出港、1956年1月16日に退役した。その後、モンテレーは1959年5月15日に航空機輸送艦として艦種変更されたものの、1971年5月に、 スクラップとして売却されるまでフィラデルフィアに停泊した。モンテレーは第二次世界大戦での選考により11の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。